どうもです。ドキドキンチャンネル、ドキンです。今回はですね、毎月11日の日はモノノフの日ということでですね、ドキドキンチャンネルといたしましてはですね、もう毎月ですね、モノノフの日動画作ってるんですけど、毎回ですね、しょぼい結果に終わってますので、今月はどうなのかちょっとわからないですけど、今月のモノノフの日やっていきたいと思います。場所の方がですね、いつも通りの安土の地球儀のところなんですけど、ちょっと盆踊りバージョンになってますね。いました、モノノフ小町。ちょっと話してみたいと思います。よっほ不思議な踊りを踊ってる。これは盆踊り？いやいや、よく来たな。夏は盆踊りだ。全身全霊を込めて踊ってるんだ。今日は11日、そう、モノノフの日。今回も張り切っていこう。毎月11日は11を市にかけまして、モノノフの日のキャンペーンを開催中。参加しますかで、参加するでいきたいと思います。安土盆踊り大会にようこそ。さあ、盆踊り振付書を渡すぞという形で、盆踊り振付書を手に入れたということですね。で、この盆踊り振付書を使えばいいのかな。安土盆踊り大会1、安土で、期間中、盆踊り振付書を使用すると盆踊りの所作を行いますと。踊るとですね、参加人数にカウントされますということですね。別に盆踊りの所作でできる浴衣でも、参加人数にカウントされますという形です。そして2、安土期間中に盆踊り振付書を使用して盆踊りを続けると、30秒ごと10回まで祝儀として盆踊りご祝儀袋が得られますということなので、30秒ごと10回なので300秒、5分ですね。もう1回ですね、振付書を使ってですね、5分放置してれば今回のモノノフの日の報酬は受けられるっていう形になるんですかね。それだけ、楽でいいですけどね。動画的には、あとですね、参加人数によってもボーナス報酬がもらえるみたいですね。今回盆踊り参加中12,476人ということなので、最大までいってるんでしょうね。英傑の「ぬ」がプレゼント決定ということなので、大名が出るかもしれない方の鈴ですね、ガチャですね。もらえる期間がですね、8月18日のメンテナンス明けからもらえるみたいなのでですね、モノノフの日参加しておいてですね、損はないという形ですね。あとはですね、あと花火大会あってるみたいですね。11日の、夜の8時、9時、10時、11時の各30分、今ちょうど合ってますね。じゃちょっと琵琶湖の方に行って、ちょっと花火でも見ながらですね、盆踊りすれば少しは映えるかな。あと他はないかな。あと浴衣を借りたいという形で浴衣を貸してくれるみたいですね。多分これメンテ明けで消失しそうなんですけど、あとはボーナス報酬ですね。最大限までいってますので、上級道場もらえるんですね。新しいポイントですね。強化おのごろのポイントですね。大袋なので1つ100ポイントですかね。ちょっと500ポイントか200ポイントかちょっとわからないですけど、ポイントももらえると。あとは無限の鈴も3個6個で合計9個ですね。なんか中途半端だな。あと花火がもらえますね。花火ももらっとくか。これちょっと新しいやつですね。今回の福袋に入ってたやつが、メンテ消失になってるんで、99個もらっておいて、あと珍しい花火は灯籠ですね。灯籠も去年ありましたけど、これ結構良かったんですけどね。去年、たくさんの人と一緒にあげさせてもらってですね、結構綺麗だったんですけど、ちょっと琵琶湖の方に行って花火大会を見ながらですね、ちょっと盆踊りどうする。5分かかるらしいですよ。5分どうする。合ってる。5分踊るか。どうなのかこの動画は。ちょっとですね、どんなものかやっていきたいと思います。一応浴衣借りたんで浴衣にして、ちょっと鉄砲外して、
そして、まあ、あの振付書ですね。ちょっと花火見てみようか。あ、上がってる？バグってる？これまあ福袋にも入ってた花火なんですよね。あとこれですね。これね、あの一人であげるとね、なんかちょっと寂しい。ということで、あとはまあ振り付けの書を踊って、これを多分30秒ごとに10回報酬がもらえますので、もうその間にですね、もう鼻くそでもほじりながらですね、トイレでも行って5分待つと。いう形がですね、今月のもののふの日の、まあ、報酬の受け取り方となっております。まあ後ろの花火はですね、毎年まあちょっと変わってるんですけど、あ、今来ましたね。盆踊りご祝儀袋を1個獲得したということで、まあこれがですね、多分30秒ごとに、まあもらえるんじゃないかなと思ったんですけど、花火終わっちゃいましたかね。あと9回だ。あと9回。これ地獄だな。これ放送どうしよう。ちょっとさすがにカットかな、これは。まあちょっとここカットしてるかもしれないですけどね。まあ5分なんか喋らないと動画始まらないんで。あ、また1個来ましたね。まあ先日ですね、まあ信長の野望オンラインマット制作委員会の、まあ、神父さんのとこで、まあ、あの漢字王決定戦っていう形でですね、出場させていただいたんですけど、皆さんご覧になっていただけましたか？ドキンはですね、まあまあやったんじゃないかなとは思う本なんですけど、あ、結構難しかったっすよ。最初普通の漢字で攻められるのかなと思ったんですけど、あのまあ信音の中から、まあ出すっていうことなんで、あ、これは結構俺17年やってるから結構いけるぞとか思ったんですけど、それでもやっぱ読めなかったっすね。まあでも17年やってるんで、まあ軍神に関しましては結構読めましたね。最初のあの雨のなんたら、まあ雨のうずめか、あれはねちょっとうずめ出てこなかったんですけど、なんかやってるうちにだいぶ覚えてきて、ただまあ領地さんがね、最初のね天って書いたのをね、雨って読んだ瞬間ね、あ、これもうやばいなとか思って、だいたい軍神の最初の天ってきたら雨のなんたらなんですよね。多分最初の天の文字で天とかいう軍師いなかったですよね。あ、天津彦根がいるか。あれは天だな。あと天、あ、天子もいるか、狐のやつ。ただあと他全部雨のなんたらだったと思うんですよね。まああとは何でしょうね、まあ最初の初期の方から出た軍神とか結構覚えてますよね。櫛灘姫とか最初もらったやつとか、あとまあコスト3で言えば、まあ羽化の御霊とかよく使いますしね。まあこれはね、さすがに餌の餌から軍神作った人とかじゃないと、いちいち名前覚えないですからね。ちょっとまあ難しい、まあ当て字なんでですね、もう知らないと答えられないみたいな感じがあるので、まあちょっと漁師さん13年ぐらい離れてたんでですね、ちょっと不利かなとは思ったんですけど、あとはですね、まあ相変わらずあの人名は答えられなかったですね。あのなんか3点か4点ぐらいのあの三本字、あれはねすごくね印象に残ってたんで、ああ、これ俺聞いたことあるわとか思って、あれぐらいですかね答えられたの。まあ、あの出だしのあの斎藤頼信とか言ってましたからね、あのよりはあの源の頼朝ですかね、それとなんかごっちゃになって友信が出てこなかったね。なんで頼信とか言ってんだろう。散々あの英傑で、あれウェイト1で強いんですよね。読めないことないですけど、まあ間違えましたね。まああの高力に関しましては、あの配信中にいつも高力って言って、あの某漢字王の人のですね、サイカーさんにいつも怒られてたんで、さすがにあれは覚えてましたけど、いや意外と難しかったですね。もう一番最悪なのがね、あの地名だったですね。もう出だしのね、あの忍び城でもうドキン人情とか言ってましたからね。まあ推し城って言われたら、あ、そう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 って思い出せるんですけど、パッといきなりあの漢字出されたらね、全然出てこなかったですね。もう柘とかもなんか柘上なんかそんな聞いたことあるの、合戦の時になんか聞いたことあるなとか思ってたんですけど、余計なもん入れたりとかですね。まともに当たったのってないですもんね。
まあ恵比寿がちょっと当て字で当たって、お当たったと思ったんですけど、なんか今宮恵比寿神社、真ん中の字だけがあの普通だった、あ普通だったんでですね、あれぐらいだったかな、だったの。まあ道具に関しましては結構初期からある、まあ漢字だったので意外と読めましたね。これギャグで熊タンって読んでやろうかなと思ったんですけど、ちゃんとあの真面目に答えました。羊羹漬けの図はね、あの初めてね、あの D と U を押さないといけないっていうのが、つに点々がわからないとか言ってたんですけど、あれごねたら1点もらいましたからね。まああとはどうですかね、まああと街路名粘土も昔からありますからね。あとか言ってですね、話してたら終わったみたいです。盆踊りのご祝儀22個、10回で22個、なんかちょっと少ないような気もするんですけど、まあもらえる中身がですねこんな感じですね。力の源、信頼度、つくも、窓、メダルという形で、まあもらっててもゴミにならないやつですね。あのいつか使うときは絶対来ますので、結構もらえるので結構いいんじゃないですかね。これ多分22個って多分少ないと思います。たまにポワーンとかなったらね、あの10個ぐらい、あ9個ぐらいもらえるときあるんで、まあでも、こういった形で報酬がもらえますので、皆さんもですね、ぜひもらっていただきたいなと。まあ、期間が8月18日までですかね。あとはもらえるのは、あこっちもまだ開けてない。どうす、まあ、メダルがまず4万4000枚ですか、これ。まあ悪くないですよね。5分でもらえますので。信頼度も4400。あとは、まあ、なんもと、あ、これ上級ですね。上級道場ポイントも大袋ももらえて、まあこんな感じで、まあ6個もらったんで6個ちょっと使ってみましょう。何ポイントかな？受け取ります。6個。あ、6000ポイント。あ、1個1000ポイントなんですね。これでかいですね、6000ポイントは。あとは、まあ、ガチャの鈴ですね。まあ、こちらはちょっと大名が出ない方の鈴なので、まあ、ドキンほぼもう満タンになってるんで、ちょっと回しておきますか。バグってあれが出てこないよ、パパパ。あ、金出た。あ、三丁ありがとうございます。三丁、あの、召喚なんですけど、今週からのちょっとダメが情報修正入りまして、なんかのドラゴン、まあ、やれば10万以上ダメ、まあいろんな特定の条件があるんですけど、特定の条件さえクリアすれば3ターンで14万ぐらいダメが出るとかいうのを噂を聞きましたので、まあ、ちょっとあのいろいろなですね、あの条件が必要なんで召喚の場合は、まあ率直に強化されたって言ったらちょっとあれですけど、普段の場合だと10ターンかかりますからね、3丁だと3ターンでいけるみたいなこと言ってましたので、まあ、気になる方はぜひちょっと使ってみてください。あとはですね、信長コインですね、300コインもらえますので、これも忘れずにですね300コインいただいてもらっていいんじゃないでしょうか。ということでですね、8月のモノノフの日はですね以上でございます。まあ、毎回毎回ですね、モノノフの日の動画はですね、こんな感じでございます。なので、ちょっとあの、ネタ的にもですね、あの、パンチがないので、いつもあの、こんな感じで終わっちゃうんですけど、今回ちょっとまあ、後ろに花火もありますので、まあ、ちょっと綺麗だなとは思うんですけど、このまま終わるわけにもいかないんでですね、最後に、ちょっと、一発芸でもかましてですね、終わりたいなと思います。いいだろう、コッパみじんにしてあの地球人のようにな。あの地球人のようにだ、クリーンのことか。
スーパーサイヤ人になったドキンは果たしてフリーザーを倒せるのか。オス、オラドキン、みんなすまん、こんなオチしか思いつかなかったぜ。お父さん、8月12日、13日、14日、3夜連続でドキン。